はい、知床です。レイジ2をね、久々にやっていきたいと思います。今日はね、メインストーリー進めようと思ったんですけど、ちょっとそれをやめて、なんかね、どうやらここにあるらしいんですね。ここに行って、まず攻撃場を増やして、行けるロケーションを増やそうかなと思います。北と南に2個ずつあるらしくて、こっち側にもなんか攻撃所があるらしいんですけど、ちょっとそこはまだ見つけられてないんで、まずは南側のロケーションを増やして、まあファストトラベルできる場所を増やそうっていう考えですね、今日は。それが終わったら、あ、これ壊しちゃうか、モートセントリー、あ、これ壊れてるか。まあロケーションは行きつつ、まあ時間は余るだろうから、ある程度やりながら行くかね。あれ、あ、こっちだってるか。いやー、結構ね、このゲームできてなかったんでね、エイペックスにはまりすぎてね、なかなか抜け出せないっていうね。到着しました。弱いね。で、さっきの場所に行くと、間違えた、×ボタン押すゲームが多いから、ショットガンと、あれは味方、味方でいいか、2キロある。これ違うか。こっちか。はい、ここで2キロ。おお。あ、今金がないよね。
前回のアップデートでメニュー画面がめちゃめちゃ速くなってる気がするな。目的地に到着。やべ、思わず人を引いてしまった。これはコンボイ。あ、コンボイ近くにいるんだ。到着しました。先にコンボイやるか。敵が迫ってきている。おっと、ウォーカーオーバーヒートです。あれ、ねえな、これまずいぞ。残弾わずかです。ミサイルだけでいけるかな、これ。今がチャンスです。速くなった気がするけど、ま、多少だな。やっぱり完全にめちゃめちゃ速いわけじゃない。いや遅いな、十分十分遅いですね。シャッター、ミスった。武器プロジェクト、バツしちゃうな。マシンアップグレード、あとこれか。フラッグは意味ないとして、とりあえずマシンはほぼほぼ強化できたね。これでああとないのか。ワンダラー、モンスタートラック、イモータルシュラウド車両、クセルクセス。セルクセスってあれか、なんか300で出てきたな。ギリシアの敵の皇帝の名前だったかな。所持品じゃない、ナノトライトでちょっとなんか強化するか。500溜まってるしね。シャッターのアップグレード、吹っ飛ばす距離が欲しいけどな。ダメだ、これ解禁する前のリプリケーターはマックスまで鍛えた。
イライトはそこまで上げなくていいかな。スラムのダメージアップしようか。よし、で、行きましょう。弾を買わないとね、車の。金がねえけど。到着しました。おー、ここなんですね、オアシス。先発とりあえずありゃいいか。つまりメカニックってことか。命を奪い与えるのは名誉あること。私は妹のシラウトが命を与える。そしてそれで名誉を得、売却。あんたの名誉を信用するか。名誉と死を。おお、初めて来ましたね、ここ。よっ。これあるでしょ。近くはないのか。ねえ、いい情報があるんだけど。情報やか。私はダスティアンだ。ウェルスプリングのヘーガー市長のためにスパイをしてる。シュラウドの企みを暴くのが任務さ。で、奴らは何を。強化だよ。占領発電所を2つ速攻で建てて、今は3つ。捜査を手伝ってもらえない。あなた。そこね。他にもいろいろあるからな。話だけ聞いて依頼が受けようかね。私はアトムハンマー、イモータルシュラウドの者。かつては第三弾の剣士だったが、どうも。今では我が階級も名誉。疑問視さ。地面が突然崩れ落ち、我が武器は失われ。いいな。詳しいやつですね。狩り。ナイズ高っ。あー、クラッシャーなんだ。やっばやっば。難易度ちょっと強化してから行きたいな。高すぎでしょ難易度。なんだこの辺にデータパッドかなんかがあんのか。あった。残念ながら私は名誉あるスクラップランド作戦に参加できない。問題が発生したら私一人で対処しなくてはならない。お前は強い。いた数多くのクーンどもを倒し、名誉の死を与えることができるだろう。私はできるだけ早く前線本部に向かう。シュラウドの不滅の名誉のために。シュラウト敵でよく出てくるやつだよな。どうも。どうも。どうも。あった、データパッド見っけ。こちらエージェント D ガーデン。こっちよ。さらに2カ所のリモート太陽光リチャージ基地を確認した。シュラウドの政治主義計画の一環だ。一つは荒野近くのスクラップランド。どうも。もう一つは頑張れる東のトーチフィールド。非常に危険だ。一刻も早く破壊工作を行う必要がある。話聞いてこよう。驚いたね。あー、情報屋なんだね。本物のレンジャーとは。お、また来てレンジャー。ここは情報屋か。話してもいいか。声をまた来て。そうだな。元気。この辺にまだある。あ、あった。最高司令部からの物資徴用令。広域連合のマヌケどもを使って、テンプリストにあるアイテムを調達の上、東部中継拠点まで可及的速やかに配送せよ。フェーズ4の準備が間もなく完了する。どうも。これデータパッドの反応なくなったかな。あ、どうも。あの、あなたって迷信部隊だって。
帽子？帽子か。なんでこんなこと聞くかっていうとね、私は呪われてるの。タオルを巻いてるの。もう7年くらいね。私シュラウドの縄張りで採掘してたんだけど、これシュワちゃんの時代のあのトータルリコールって映画にね、本当に鼻に詰まった発信球の私はシャギードーよ。消すためにいい名前じゃないけど、タオル巻いてるんですけど、それにそっくりですね。鏡を割る前からついてなかったのかも。その鏡とお宝はどこにあるんだ。まだ同じ場所にあるよ。だけど西の砂丘よりずっと遠く、そこに行くことがあったら、はい、キラキラ光るやつということでね。どこだ、また難易度だっけな。ここの難易度やべえぞ。8とかやばすぎでしょ。金がないね。いくかやっぱミッションこの辺ダメかな。修復しています。待ってください。修復完了。いい感じです。でここ行ってこのデューンシーのエコーがあるから解除していこうかな。目的地に到着。隕石行ってみるか。なんかやたら難易度だけんだけど大丈夫かな。次だからこのクリアしてくるか。システム起動中。ガオン。え、もう終わり？はや、着いたんだもん。あった、ここに落ちてる。勝てんだよ。やったやって、待って待って、上で回復だっけ。やべやべ、何これ、どっち、危ねえ、まだ死んでねえ、やべえ。あ、これ盗めるじゃん。盗もう盗もう。あ、これ黄色いやつか、待っとくか。黄色いやつだよね。透明になってくれねえかな。透明になってくれねえかな。あれ、これつけないんだ。あー、ロケットの弾買いてえな。あれ、
まだ終わってないの。スマートロッケットで、ね、消えた敵に対して、ん？撃つと撃って敵を倒すっていうトロフィーが確かあったね。それもやりたいんだな。あのナイフ持ったやつが、ナイフっていうかラタを持ったやつらに対して撃つんだね。ラタ持ってないと透明になんねえや。一瞬しか消えねえから当てるチャンスなんてあんのかって感じだけど、偶然を狙う。いやまあロケットランチャーの可能性そんなないからな。まずは金を手に入れることが先か。アクラの弾もゼロ発だし、クリア。これか。これも合ってないから攻撃所行くか。ん？多分届けれるって出ないんだけど。ダメ？届けてたことある？名前が出ないな。名前が出ないっすね、これ。できる場所だったら全部行けるはずなんで、ここでも大丈夫だと思うんだけど、見てきたことあるかな。長押し金できた。弾買ってこい。弾銃の弾売ってっかな。ロケラン欲しいね。ゼロ発だし。元気？こっちよ。ちょっと待って。ないじゃん。あ、武器急がないと。出ないのか。出ないっぽいんだよな。ないっぽいな。あったあったあった、こいつか。ビビラン、ここはオアシスの交易所で、私はエリンゼロックス。外の二人はドレッドハルクとレッドルイン。イモータルシュラウドのガードだね。シュラウドのガード？どういうことだ？まあそうだよね。これだ。本当変な話だと思う。でもこの交易所ができたのはフェイガー師匠とイモータルシュラウドの外交の結果で。ねえ、ちゃんと返してあげて。オッケー。で、ロケラの弾は。止めとくか。行ってくるかね。保管容器2個しかないけど、ぐるっと回るんだ。めっちゃ遠いね。テンポリやばい。レベル9なんだけど、倒してどれぐらい手に入るかね。安っ。保管容器でも2個あるんだ。あとですね、オセントリは。レベル高いよ、マジやべえわ。倒せねえことはないだろうけどね。細いしね、お金がいっぱいいと思うんだけどな。まあ、使い金の使い道がそんなにないから。目的地に到着。
て、何それ、吹っ飛ばされた。あってダメージ増えてるからね。あれ、上にあると思う。なんもねえ。ダメだった。これやばいやばい。出れなくなったパーティーンかもしれない。ああよかった出れた。あるんだけどな。アークチェスト保管容器データパッドに3。じゃなくて下かな。これマックスまで上がった気がしたんだけど。これハッチだね。わかる。マックスまで上がんないね。下だじゃん。ここまで上がる。マックスでこの辺にあるな。あった。わかりづら。地面か。シュラウドの忘れがたき物語。以下は、戦闘詩人ヴォーパルクイルの伝記である。ヴォーパルクイルは、傷つきし者の愚行を繰り返さぬためにシュラウドの起源を記すことが必要であると判断した。時の始まりほど昔、輝けるイモータルシュラウドは誕生した。新たに生まれた選ばれし者たちには深い信仰心、目的意識、そして揺るぎなき規律があった。シュラウドの言葉は彼らの絆であり、その絆を傷つけることは死を意味した。だが死すべき運命にある者たちのくだらない争いによって純粋さが汚された。そしてシュラウドは敵を手を組んだ、下船の者と同じく家畜同様に当然に扱われた。失落したシュラウドは導きの光から遠ざかり、オーソリティの庇護下へ。そしてオーソリティは無様な戦争とやらの奥深くへと潜った。誓いを破ることは死を意味する、黄金神を称えることは死よりも恐るべき運命をもたらす。誓いは破られシュラウドの名誉は汚された。だが兄弟たちの重荷を背負って1割の者が歩み出た。シュラウドの汚名を注ぐためにこのような剣王が存在を許されるはずがない、はずはない。純粋さには必ず対価が伴う。輝ける素晴らしきイモータルシュラウドは偉大なる、陽光の導きのもと再び蘇る。黄金神にかつてなきほど近くあらんがため。やばいやつらだな。
あ、しゃがむのか。今俺能力アップするやつもらった、もしかして。もらってるね。てかめちゃめちゃもらってるね。いつの間にか15個もあったわ。全然気づかなかった。投擲物が6個になる。特殊弾薬が、特殊弾薬もっと増やそう。切り替えられる。へえ、あ、これいいな。許可しちゃう。スプリント速度アップ。しゃがみ中の覗いてる時の移動速度が、あ、これいいな。ガンガン上げちゃったな。これなんだ。まあいいや、戦闘に有利になるやつをガンガン上げました。アサルトライフルとライフル回帰薬。これはなんだ。ジャンク。お、腕タパッドじゃん。不屈なる鉄の意志、ボーパルクイル各語りき、アバターの名で知られる真なる黄金の道の模範として最高司令が選ばれた。アバターそれぞれがイモータルシュラウドの一員であるとは何を意味するのか。ただ一心に一側面を体現するものである。それゆえに評議会は金星の、金星の取れた一つの個体として活動が可能となる。アバターには規律、力、名誉、創造力、義、純粋があり、これらがイモータルシュラウド評議会を、構成している。評議会のもとには独立指揮官が置かれ、これら高潔にして聖誕なる人物たちが評議会では対処しきれぬ些細な粗末な事柄にあたる。各独立指揮官はそれぞれ正確に810人のシュラウドを指揮し、新人採用等を行うことで常にこの数字を保つよう義務付けられている。独立指揮官のもとには9人の殲滅軍曹がおり、90人の兵士をまとめる。やば、そのやつらだ。データパッドはもう終わりかな、これ。あれ出てこない。あれ表示されなくなっちゃったね。表示されるんだけどな。あ、出た出た。データパッドあと1個と、あと保管容器2か。つらい。一瞬光った。ジャンクか。ブースター、これでまたプロジェクトじゃない、能力強化できる。制圧とかっているか。あれあれ、ブースター手に入れたと思ったけどこれじゃなかった。あ、ナノトライトだからこっちの方か。ダッシュは終わってる。スラム、範囲を拡大、クールダウンが20秒。どっちも1か。範囲でかくしたいね。スラムはやっぱ使えるんでね。
スラムは優先してあげていきたい。あとは保管容器1データパッチ中ですね。よいしょ。15秒に1回になった。よいしょ。あった、断固たる高潔の盾。ボーパルクイル最後の言葉。シュラウドの1日は27時間に刻まれている。最初の9時間は任務で、兵士は上官の任務を遂行する。次の9時間が訓練と瞑想。最後の9時間が入浴と睡眠である。理想的な戦闘効率を保つため、兵士の交代勤務が、寛容である。全てのシュラウドは自給自足している。食事の内容は遺伝子操作により生産される新鮮かつ美味ジビ、豊富な、ジオ豊富な、キート類である。菌糸類である。食事は単独でなくてはならない。なくてはいけない。顔面の一部を他者にさらさないためである。やばいな、こいつら。シュラウド以外のものが多くの素顔を見た場合には、そのものを即座に、かつ、むごたらしく排除しなくてはならない。そのものの存在自体がイモータルシュラウドの名と名誉を汚すからである。顔を見ることは、魂を見ることに他ならない。やばいな。あとは保管容器1個で終了ですね。首に登るとこあんのこれ。この辺にまだ反応があるぞ。一瞬赤くなるんだけど。あった、下か。あとはクリアするだけと。クリアしたの？どうも。リアクターユニットすべてこれでリアクターユニットで取れたろ。あ、これか。なに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 、あ、敵出てきたのか。やば。ビームが出てるじゃん、横から。これ当たったら食らうでしょ、ダメージ。安っ。アークのリアクターだ。壊さないとダメだった。サルベージは無理だ。バインランドにとっては損失だが、シュラウドの機動力はかなり抑えられた。上出来だ。これオーバーライザー。ああ、これもまだゲットしないやつか。あ、でも谷があるか。
からじゃぐるっとまた戻りますか。もうちょっとで車全部体験できそうだね。次かよ。ずっと回れるよこれ。マジで何でまで行った。オッケーオッケー、行けた行けた。右ね。いつものようなこのピンク色。見づれ。攻撃所に訪れると、マシンメニュー、あとはクスルクセスっていうオーソリティのやつと、黒いやつだったね確か。あとはモンスタートラック、ローグ、ロークエイシャスワンダラ、3台だね。あとじゃあ帰りますかね。これ行ってみるか、ついで。よいしょ。お金は多少入ったけど、まだ1000か。全然でしたね。グレネードはまあいっぱいある。あ、しばらくはお金とかを貯めますかね。そこか、一個目的で投げたのをしちゃった。パニゲット、バイクが落ちてるね。ここでやり合ってた跡があるな。どれだ、一個、あ、いた、これか。レンジャーハート最後のログ。デューンシーは今やシュラウドだらけだ。この盗賊どもほど任務に、忠実な派閥は見たことがない。人が住むのに到底向かないこの場所を意志と知恵だけで勢力基盤を変えてしまった。やつらは数年前に東方から移住してきた。それより前の戦時中からここにいたとブローリーは言うが、その頃のやつらは今とは違うし、イモータル不死身でもなかった。戦争中はオーソリティの味方として戦ったが、最後には裏切ったんだ。それが今になって見たこともないような技術を引き下げて持ってくるなんて。俺の見立てでは連中の強力な道具は増幅電力とフェルトライトで動いているようだ。今のところバインランドを徹底して回避している。同盟の余地があるということだろうか。和解交渉を持ちかけてみようと思う。その結果がこれですか。ナオトライトブースターゲット、はい、ん、これ乗れるの、乗れないよね。まあ無理でしょう。
8、7。ラグーニー、この辺の広域上もまだまだやってないとこいっぱいあるからな。ここ行ってみるか。ここ難易度低いし、こいつだ。はい、もう一回引いて待ってるよ。まだか、もう一回だな。もう一回そっち座って。オッケー、やった。これで一応透明化した敵を倒すっていうトロフィーをゲットしましたね。やったね。うっげ、前方にミュータントの巣を発見。ない？へえ、ミュータントの巣やったことないな。粘り場してる。ミュータントの巣を大至急片付けないと、はい、取り返しのつかないことになる。300m。 おー、ミュータントの巣はアバドミュータントの住処だ。ウガマックを破壊して巣を空っぽにしよう。初めてのやつだった。来たなぁ。危ねえ危ねえ危ねえ。ミュータントの回収。何まだ来た。わくなぁ、めっちゃ。なんだこれ。
ってる。あ、これか。13個。場所がわかる。ここだ。あ、3。スラムの時間やべってる。スラム。あ、見づらいだ。もう終わったよね。やってないか。あと1個あんのか。あと1個どこだ、残ってんの。あ、これか。違う、これ壊れてる。あった、行って行って、これか。なんかか。え？ないぞ。これか。機械をここ。キモかったけど巣は片付けた。よくやった。そいつらは早いうちに始末するのが肝心だ。でなきゃまたどこかの下水道に湧いて出るからな。人間の死体がある。寝てる。あとどこだ？上にあんのか？保管容器。あるんだけど残ってんのは汎用機だからな。あった下か。オッケー、見つけた。よいしょ。よし、あとは帰るだけ。車はどこだ。
あったあった。よし。で、ここだよね、行こうと思ってたのは。また盗賊のアジト。入り組みすぎでしょ。また盗賊のアジトだ。あった。やめとこう。めっ倒す。いるな。バレてる、痛え。レブすぎだろこいつ。ほら中に一人いるっぽいんだよなこれ。中でか殺したこれで。いいやつどうやって殺すかな。